Oh no. 大丈夫。3つ入れるんだよ。1時間でこれだけ差が出るってすごいですね。何やってんのこいつ。はいどうも、皆さん、アディオスコードのジェンです。トムです。そして今日から、まあ、ちょこっとした広島編スタートです、まあ、僕たちね、家族と一緒に今広島に来てるんですけど、うん、後ろめっちゃ綺麗じゃないですか。ここは僕たちの大好きな奇跡亭という旅館でございます、はい、そして、朝ごはんにもう遅れてるので今から超スピードで朝ごはん行って、はい、今回の動画ではまあ、旅館をちょっと見せて宮島にね、今日は行くので、今日は、まあ、この動画1日密着です。はい、朝ごはん行きましょう。レッツゴー。わーお、うまい、超ヘルシー、超ヘルシー。 Oh my goodnessOh my goodness. いただきます。いつもは朝ごはん抜きの僕はめちゃくちゃ豪華です。あ、だから昼とか夜いっぱい食べるの多分小豆がゆ、うわうまそう。 Oh my goodness. うわ、あっ、うん、おはようございます。おはようございます。普段朝ごはん食べないのにこんなに来ました。いただきます。うん、でさらにびっくりなのが、このお米はなんと僕たちの朝ごはんの時間に合わせて炊いてくれた。ありがとうございます。じゃあ皆さん、ちょっと食べるのにね、少し時間がかかると思うので、食べ終わるまでバイバーイ。じゃじゃーん。 Hello boys、 ごちそうさまでした。今までで一番やばかった朝ごはんですね。もう暑いですね。暑いですね。今から宮島に向かいます、はい、そしてバスがあるね。ここはね、宮島行きのフェリーのとこにこれで向かいます。あ、じゃあ大きい子は一番下だね、やっぱり。お前、宮島は 何年ぶり。リコは去年ぶりだけど、僕は5、6年ぶりだと思う。あと宮島にね、僕めちゃくちゃ仲がいいジョニーっていう鹿がいるんですよ。さあ、ジョニーを見つけることができるのか。じゃじゃーん、行ってみます。宮島行きます。日本の山ってめっちゃかっこよくないですか。ほら、ビョンドンビョン。何やってんのこいつ。去年はね、今ボートのせいで見えないけど、鳥居がね、なんか囲まれてたらしいんですよ。ああ、そう、なんか工事してたんですよね。そう、直してたんでね。僕は去年来なかったけど、でも見てください、ちょっと見えます。いけそう。どこだジョニーは。ちょっと待って、ジョニーが違う人間と仲良くしてる。え、浮気。あ、違った。あれはジョニーの親友だった。ジョニーどれ。ジョニー、あいつ。これジョニー。こんにちは。トムからあなたを奪ってもいいですか。素晴らしい角を持ってますね君。トムさん、はい。宮島で日本人みんな知ってるあるものが発明されました。もみじまんじゅう。いや、わかんない。宮島であるものが作られました。どの家にもあると思います。本当に。うん、気になる人のために答え言いますが、答えはトムがこっち向いてる。しゃもじ、しゃもじ、ご飯を取るしゃもじ。ここにはお、大きいのがいくつかある。これ、なにこれ。お前わかんない。しゃもじ正解。おお、なんて呼ぶのか一瞬忘れちゃったよ。後で帰りどうしてることを。あ、本当だ、宮島ビール。初めて宮島ビール試します。でも見てください、なんかかっこいいですこれ。宮島ビール、はい、なんか缶もかっこいいんですよ、うん、ね、鹿が映ってて。 Today's a June point。 おお、ちょっと苦味のあるビールですね。あと味がマジラーガー。え、これ好きかも。マジトムはビール苦手だもんね。トムのリアクションが。 This is cold。宮島ビール。宮島ビール。もみじ。Would you like a sip? さあ、ダディのビール判定は、いや、一気しやがった。宮島ビール。もうこれ、CM 出させてください。お願いします。
眩しいですね。何それ Oh my god! It's a banana! リコが変なバナナ買った。トム、トムこれ買った方がいいんじゃない？ほら、いろんなところにしゃもじがあるんですよ。あ、そういうことだ。はい、素晴らしいですよね。いや、しゃもじの前はしゃもじではなくてもじゃしだったんですよ。だからそこからもみじまんじゅうができたんですよ。はい、ガチで適当です。いや、商店街通りました。あそこにジェットスキーが1台だけポツンあれ乗るのありなのかな。トム、ジェットスキー大好き男ですからね。ありがとうございます。ありがとうございます。ってことで、ぼーちゃん、家族みんな思ったよりちっちゃいって言ってたけど、思ったより超でかいんだけど、ちょうどね、今お水が引いてるので、ちょっと近くまで行きたいと思います。Oh my god! What are you doing? トムがカニを捕まえてたんで、自由にさせろ。さあ皆様、これは感動的、感動的瞬間でございます。ごめんなさい。ごめんなさいね、皆さん。鳥居の前でカニを捕まえる男たちでした。はい。暑すぎるので、かき氷を食べたいと思います。Oh my goodness!大家族あるあるではぐれてしまいました。今いるのはリコ、カイカズママと僕だけです。他はまだ多分鳥居あたりにいるので、ここに来てもらってます。今でもアナゴは食べてみたいな。でもまあ、みんなが来るまで待ちますか。合流でーす。 What up, bro? 僕が試したいのは、見てこれ、宮島名物カキフライ。これは見たことない。これは食べたいです。カキフライ食べしてみて、ちょっと朝ごはんも大きかったから、その後はかき氷で体を冷やしたいと思います。僕も全く同じプラン。もう来ておりました、カキフライです。さあ皆様、宮島名物のカキフライ。揚げたカキは食べたことないんですよ。もう生ガキしか食べたことなくて。いきます。はい、いきます。うまい。美味しいよ、これ。不思議。もうちょっと硬いかと思ったら超柔らかいんですよ。なんかでもなんかちゃんとね、牡蠣の味が残ってる。生牡蠣っぽい味も残ってるし、これマジで好きかもしれない。2個目もいただきます。うん、うん、柔らかい。美味しそうですね。トムの一番好きな味、いちごミルクです。体が冷えるぜ。Oh my god. ごちそうさまでした。ごちそうさまでーす。やば、見た？ね、さっき僕たちここでちょっとカニと遊んでたんだけど、海が入ってきた。1時間でこれだけ差が出るってすごいですね。まあカフェ行きましょう。カフェまでね、この暑さの中を15分ぐらいかな。上向きなんできついと思います。まあでも旅館に帰ったら温泉が待ってます。体を休めるための温泉が待ってるからね。あとめちゃくちゃすごい料理も出てくるんですよ、夕ご飯。だから皆さん、それもね、動画に出るのでよろしく。ハプニング発生です。もみじまんじゅう作るんですけど、それが20分後だから丘の上のカフェは行けないです。はい、だけどもみじまんじゅうが作れるんで、なんで家なの。ああ、作りたかったかな。もみじまんじゅう作る前に皆様にクイズです。クイズ。今何度でしょう。34? 35? もう何度だと思う。 36? じゃあ僕 36.5。 正解は35。俺はだけど体感温度は38なんです。皆さん来ました。ここでね、もみじ手作り体験があるということで、もうすぐ始まります。ああ、もうダディとみんな入ってるよ。今準備してもらってます。作りましょう。Are you ready, my friend? こんな感じですけど、なんだっけ、家庭科の名前がいいですか。こういう機械でね、あのもみじまんじゅう作るのね。僕去年やってないから、ちょっとリアに手伝ってもらいます。こんにちは。生地、中身、ここで焼きます。じゃあプロのリア、油塗るよ。さすが去年もうやってるだけあるね。線が消えるレベルまでね。頑張れ。線までではないよ。完璧。ナイス。え、リア、ジュンとリコチームに勝てると思う？Yes.
いや、リア自信満々にイエスって言ったよ。超綺麗。いや、僕はリアの方がいいかな。待って、ダディがやり方間違えてる気がする。ダディ、じゃあミルクチョコ入れて、ミルクチョコ気をつけてよ。OK、 そして上に気をつけてね。わーわーわー、イエーイ。上にやるんでしょ。 I wanna make the chocolate one. 待って、リコチームはどうなってんのか。リコ、うまくいってる。ここの師匠は俺様だけどね。あ、おい、リア絶対負けんなよ。今はこれをスピンして1回目だったよ。何回スピンするんだっけ。6回。本当に6回？僕聞いた話だと12回だったよ。 OK、 そろそろスピンだよ。スピン。これが2回目。ナイス、グッジョブ、ダディ。But that part's crispy, so I think it's good. Look at mine!いいか。 Yes! ウェーイ。回も回もプロ。あー、10点中3点。いや、でも外側にカリカリの部分があることで、そうそう、もっとテクスチャーと食感を。おー、あ、ちょっと上のやつが少なかった。いや、yeah, but this one, this is my favorite because it's stronger. It's、うん、なんか取り方がみんな違うぞ。横から取ってる。 And that is a purpose. じゃあ、トム、どっちの方がうまいか。No、はい。あと上の方にも。あ、全然怖いじゃない。ほんと4回ですからね。はい、1個。おお。じゃあさっきね、2個しか入れなかったから3つ入れるよ。あ、oh, no. Oh, just so, just so, no, I power. 大丈夫、3つ入れるんだよ。よいしょ、あやば。入れすぎた。あ、大丈夫ですか。大丈夫ですか、トモさん。いや、僕の技術を舐めるな。どうだった。まあまあ、ちょっと間違いを起こした。あらら、あらら、どうしたね。2回目は6回です。トムさん、色はいいやん。いい感じ。生地が多すぎるけど、ここらの準備できてる。さあ皆さん、僕はね、これ全部計算済みなんですよ。いいですか。理由を説明しますとですね、僕はこちらの外側にあるこの生地が好きなんですよ。分かりましたか。この生地がパリパリしてて美味しいので、それを狙って僕は生地を少し多めに入れました。さすがジュンさん。じゃあ皆さん、2個目完成しました。ちょっとね、リアに手伝ってもらったからチームワークなんですけど、どうですか。めっちゃいいじゃん。いいね。え、僕たち全員うまくない。僕は名前を世界で一番美味しい水まんじゅうにしたね。トモ、何にした？え、匂わして。皆さん、視聴者の方も匂ってください。お水まんじゅうも作って、本日は誠に貴重な経験ありがとうございました。今から旅館に戻って、まあ、皆さんお待ちかねの旅館紹介とか、これ食べたりとかね。旅館に戻ってきました。そして、なんか手作りのケーキがもらいました。あとコーヒーの、何ですか。まあだから同時にね、手作りのまんじゅうも食べてみましょうか。僕の外パリパリしたのが超いい。言われたのが、これ今日1日でしょって言って、なんか24時間以内に食べないといけない。みんな今日夕ご飯6時半からだから。ん？あ、え？今何時？じゃあもう一つは取っときます。チョコ。おう。うん、チョコちょっと酸っぱいな。いきまーす。何のケーキ？あ、チョコレートケーキなのこれ。美味しかった。マジで、うん、美味しそう。あと、なんと外の中庭にいるコイにあげる餌をもらったんですね。だからコイに餌をあげていきたいと思います。まあ、ちょっと一瞬部屋紹介するんですけど、ここ玄関で、はい、これが私の家でございます。いらっしゃいます。ますね。はい、ここでお眠りする人が2人できて、まあ、中にはね、後から見せるんですけど、はい、ここがいつも食べてるところ。でも夜はこれ全部ベッドが、はい、布団が置かれます。そしてここが貝がね、いつも言いましょう、貝の椅子です。で、みんながめちゃくちゃ好んで戦いにもなる椅子が、はい、そしてこっちには4年前僕が来た時はここトイレしかなかったんですよ。はい、でもなぜか、まあ、なぜかじゃないけど、あ、ね、去年来た時に気づいた。これ追加されてる手洗い場所と、はい、シャワー。しかもこれ温泉が出るんですよ。そうなの。そうだよ。本当に話聞いてませんね。僕が一番好きなのはこの猫か人間かよくわからんこれです。
でもこれもう一個あるんですよ。本当？本当だ。さて、次の場所、レッツゴー。僕が一番好きなとこは何か知ってる？これです。これでね、いろんな曲をかけることができる。え？本当に？見て、ベートーベンとかかけられる。おー、damn。知らなかった。で、ここでかけられるんですよ。僕が一番意外と好きなのは、一番遠いところにあるこの声。あ、その理由は？自然に囲まれてるから。あ、爆音で動きたいんじゃなくて。まあ、皆さん、あの、中庭から見えるようにね、僕たち結構端っこの部屋なんですよ。こうやって廊下に出ると、なんか廊下もこんな感じで。じゃあ、今の部屋が何だっけ？大館。大館ですね。まあ、そこに子供たちが全員泊まってて、こっちの部屋には、母上と父上様で泊まっております。この旅館はね、僕も今回初めて知ったんですけど、昔大きな屋敷だったものを旅館にして一つ一つの部屋を作ってみたいな感じになったらしいんですよ。じゃあここ Welcome to my queen。 ここが秘密の部屋。しかしこれママと誰か。 OK。 ここがダニーのオフィス。ここ見て、声が見える。嘘。おお、ハロー、恋。いやー、ここで仕事できると、はかどりますね、こっち。結構広いんですね。そして、ここ、ベッドエリア。うまい、これ、え、棚かと思った。完璧に棚やん。これ何？え？ 2 階があります。え、これすごいやん、マジ。え、最初そんな広くない部屋かと思ったら、めっちゃ広くなってるじゃん。これ、秘密の部屋？そう、これが秘密の部屋。これが秘密の部屋。ハロー。オーマイゴーッ！この景色を見ながらね。こんにちは。めちゃくちゃ素晴らしい中庭ですね、本当に。あ、近づいてきてる。ほら、ここにね、立ったらみんな泳いでくるんですよ。わーお。では、あげるか。ありがとう。もう口開けて待ってんだよ、みんな。ちょっとだけあげるよ。ほい。あ、でもやめた？ほい。あ、今、ほい。オーマイゴーッ！オーマイゴーッ！やばいやばい。うるさ。オーマイゴー、落ち着いてください、落ち着いてください。コイの群れが、コイ、うわ、来た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 、みんな来た、こんにちは。わー、めっちゃ綺麗。みんなバク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 言ってる。行きますよ。誰食べたいですか？誰食べ、行け。あ、誰も気づかなかった。お前らバカだな、餌あっちだぞ。バイ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 、また行ってるよ。見て、あれ見て。ふぅぅ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 。はい、もう皆さん、コイの餌あげでした。ありがとうございます。はい、うわー、超、オーマイガード、ウォーバックスの生です。おー、うわー。マジでこんな大きい柿見たことないんですけど。Oh my god。 あら、はい、そうです。ありがとうございます。なんかもうパズルみたい。じゃじゃん。ウニがそのまま。じゃあ、じゃあ遊んでください。いただきます。いただきます。